こんばんは、角井雅子です。あ、こんばんは、五日市ゆういちです。はい、本日は五日市ゆういちコーチをお招きしてのライブになります。よろしくお願いいたします。私の方からですね、よろしくお願いします。私の方から五日市コーチの紹介をさせていただきたいと思います。五日市コーチはパフォーマンスエンハンスメントコーチング認定コーチと通称タイスコーチでいらっしゃいます。そしてですね、宮城県仙台市の在住、社会人社交ダンサーですね、JBDF 東北ブロックのアマチュアラテン A 級スタンダード B 級でいらっしゃいます。ちょっとですね、市会地コーチのとダンスをしているところの写真を見ていただきたいんですけれども、ちょっと共有いたします。いかがでしょうか。見えてますかね。痩せてますね。痩せてますね。今とずっと今よりかなり痩せている時の。少し前ですか、この写真。少し前ですね。ああ、そうですね。で、通常はペアなんですね。ペアでやってるダンス、ペアダンスですね。ペアダンスですね。かっこいいですね。はいはい、ありがとうございます。共有停止します。はい、ということで、アマチュアラテンの A 級とスタンダードの B 級でいらっしゃいます。そして五日市コーチは一選手として、ね、コーチングを実践されていて、その体感を生かしてコーチング活動をされていらっしゃいます。はい、じゃあ五日市コーチとご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エンハンスメントコーチ認定コーチの市会知事と申します。今日は、角井コーチに、この場を、コーチングの広める場をいただきまして、今日はコーチングのことについてちょっと話させていただきたいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日はですね、五日市コーチにコーチングの実践とゴール実現化の秘訣というテーマでお話をしていただきたいと思います。はい、で、今日のお話を、聞いてくださることで、ゴール達成のコツをつかむことができます。楽しみですね。はい。で、最後の方にはですね、特典とかお知らせをのお話をしていただきますので、どうぞ最後までお楽しみいただければと思います。そしてですね、あと五日市コーチへの、ね、応援のメッセージとかもいただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。はい、はい、で、それではですね、ちょっとこうお待ちくださいね。コメント五日市コーチもね、多くの方からコメントいただいてます。読まさせていただきますね。はい。飯田千恵コーチ、こんばんは。ということでご視聴いただいてます。ありがとうございます。あと、渋沢、まさきさん、こんばんは。ということで、ご視聴いただいてくださってます。あと、沼田博之さん、沼田博之コーチ、もつのいコーチ、スカイチコーチ、こんばんは。小松コーチも、こんばんは。ということで、コメントくださってます。ありがとうございます。ちえコーチと五日市コーチ、まさこコーチ、いつもありがとうございます。沼田コーチ、かっこいいですって。お写真ですね。うん、と小松コーチも素敵です。熊野沙織さんもこんばんはということでいただいています。コメント、井村さん、こんばんは。よろしくお願いします。ありがとうございます。あと、久野美明子さん、とても楽しみですということで、ご視聴いただいています。どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい。それでは、五日市コーチに、コーチングの秘訣とゴール実現化の秘訣というお話としていただきたいと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、よろしくお願いします。今日はちょっとコーチング初めてとか、はい、これから始めてみたいとか、
ちょっとコーチングに興味があるなっていう人にも向けて、ちょっとお話をさせていただこうと思っております。はい。で、テーマは、コーチングの実践とゴール実現の秘訣ということで、まず、コーチングとは何かっていうものなんですけど、ここでのコーチングっていうのは、はい、ルータイス氏が、40年以上前に、心理学の、権威のレジェンドみたいな研究者と一緒になって作り上げてきた、はい、目標、願望達成の、方法論といったもんで、浜口博士もさらに、知見で、さらにアップデートをかけて、さらに、なんかすごくなった方法論。すごくなった。うん、方法論ですね。はい。で、すごくなった方法論です。はい。はい、アップデートかけられた素晴らしい方法論です。そうですね。で、それがコーチングで、ここでいう、ゴール実現化のゴールなんですけど、ゴールっていうのはコーチングの用語では、一般的にはなんか夢とか、そういったものと同じような感じで、はい、心から達成したいと願っているものということで、話されていただこうと思います。はい。で、コーチングの理論の方は、ちょっと、トマベチ博士のとかを読むと、詳しく、学べると思う。そうですね。そこでコーチングのエフィカシーだとか、ストコーマだとか、コンフォーゾーン、うん、だとか、そちらでちょっと学んでいただければ、ちょっとここで話する。そうですね。終わらないんで。ちょっと今日ね、時間がなくなっちゃいますからね。終わらないんで、ちょっと3つの、はい。実例も交えつつ、ちょっと話をさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。で、まず1つ目のポイントは、うん、本気の音程であることっていうことが私は大事だと思っていて、はい、これちょっと私に最近起こったことなんですけど、はい。2ヶ月ぐらい前かな。うん、ごめんなさい、ちょっと なんとなく、声が切れちゃってる感じなんですけど、大丈夫かな。はい。大丈夫でしょうか。五日市コーチに起きたこと。はい。はい。1ヶ月ぐらい前に、ツイッターの方を見ていて、角井コーチの対談のライブとかやってるんだな、というのをツイッターの方で見てて、コーチ歴そんなにまだちょうど1年ぐらいになるんですけど、はい、まだまだ駆け出しなんで、こういうの私も出てみたいなと、11月の中頃にちょっと思ってたんですよ。本当に？はい。で、それで、経験を積んで、それで招待されるようにちょっと頑張ろうかなって思ってたら、なんかもうすぐ連絡が来てびっくりしたみたいな。すごい。本当に。やっぱり本気のワントゥーだと、うん、結構すぐ来るんだなっていうのが。通じてたんだね。なんかピピッと来たんですよ。ピピピッと。そうなんですよ。したらもういきなり。そうだったんですね。すごい出たいと思っていて。ええ。そしたら本当に来たっていう、びっくりなことが。起きたんだ。っていうことは、五日市コーチが送ってくれてたんですね。きっとメッセージをね。私のところに。はい。はい。ちゃんと受け取りました。ありがとうございます。といったことが、はい、多分これ、本気で心から、普通で願ってないと多分来ないんですよね。なるほどね。やっぱりこうなればいいな、じゃなくて、もう出たいみたいな感じの、こう、確信のような感じで、ボントゥーだとなんか自然に多分チャンスが来るんで、その時に逃げないことが大切だと思います。逃げないことが大切。あとコーティングを本気でボントゥーだと、あとよく言われるのが、方法は後から見つかるんで、うん、で、これもちょっと私のちょっと知り合いの話なんですけど、ええ。知り合いで美容師、ヘアカットの仕事されてる方がいるんですけど、コロナの
始まった頃にあのお客さんあんまり来なくなってて、ええ、なんか時間があるからちょっと話すの上手くなりたいなって思ってたらしいんですよ。ええ、コロナだからなんか人とも会えないしどうしようかなっていうふうに考えてたら、そこで思いついたのが、勧誘の電話ってあるじゃないですか。あ、はい。それに全部出てやろうっていうのを思いついて、なんか、それでなんか話す練習をしたって言ってましたね。へえ、面白い。で、それでなんかすごい冗談とかを言って話を盛り上げる。なんか例えば、うん、電気の勧誘、なんか、どこの電気と契約されてるんですかみたいな電話。うんうん、私はですね、ええ、最近小型原発って流行ってるじゃないですか。はい。まあ、それで発電してるんですよ、みたいな冗談とかを、なんか言ってたみたいな。ええ、ああ、本当に、ええ。なんか相手の方からも、ってことは、自家発電ですかとか、なんか結構真面目に答えてくる、いるみたいなんですけど、ええ。でそれどうやって買ったんですかって聞かれた時も、なんか、ちょっと最近アマゾンでクリックして買いましたよ、みたいな、冗談。で、そういうやりとりをいろんなとこでしてて、なんかかかってくるたびに、ほぼ全部出てやってたみたいで、たまになんか相手が、すごい、笑い、あっちは仕事なんで、すごい笑いをこらえて、我慢してるのも分かったですね、みたいな。なんかそういうことやって、なんか話すのが、練習してて、なんか確かに、久々に話したら、なんかさらに、もともと喋るの面白かった方なんですけど、さらに面白くなってる。うん、で、なんか最終的になんかまずいことが起こって、うん、電話を出まくってたら、ええ。相談の話ばっかりしてたら、なんかついにブラックリストに載ったらしくて、なんか、え？なんでだろう。勧誘の電話がかかってこなくなったんだよねって言って。あそこに電話すると、みたいな、そんな感じ。契約は取れないし、話は長いし、みたいな感じで、なんか、ブクルスに乗ったんだよね、ぽいんだよね、って言ってて、で、それで、なんか結局、でも話が面白くなったから、いっか、みたいな、うん、うん、うん。話聞きましたね。かかってこなくなったらね、それはそれでいいですからね。本気のウォントの話するんですけど、そうですね、本気のウォントの話。本気のウォントの話なんですけど、そういうふうに、ちゃんと目標が設定されてると、勧誘の電話って本来は迷惑なもので、絶対ウォントではないじゃないですか。うん、そうですよね。それがなんか、ボールとして話を面白くしようって言った瞬間に、それがウォントに切り替わるっていうのが、すごいコーチングっぽいなと思ったんですよ。ああ、なるほどね。ワン、ツーってゴールで決まってくるっていうところですね。そうですね。うん。うん、うん。あ、だから、ワン、ツーを本気で、自然に見えてくるんで。見えてくる。本気のワン、ツーであること。そうですね。本気のワン、ツーであると、うん、あと、ちゃんと、いい感じの時に。うん。私、体質コーチになれたのも多分、ちょっとタイミングがあったんで、慣れたみたいなところがあって。ええ。もともと先ほど紹介してもらったところの、競技に出ているんで。社交ダンスの方ですね。結構土日、隔週とかで結構潰れちゃうんで、競技に参加できなかったりするんですけど、ちょうどその、アイスコーチになった年に全部大会が潰れてて。おぉ。ちょうど、ここ、行くしかないじゃん、みたいな。おぉ。出れる環境が整っちゃったんですね。なんか、なりたいって思ってたら、整っちゃったんで、ボン2でありつつ、チャンスが来たら、飛び込む。それが、飛び込むって感じですね。飛び込む。逃げないでしたっけ？逃げないで飛び込む。それが、逃げないで飛び込む。うん、ゴール達成のための秘訣の一つ目だと思います。はい。はい、本気のオントゥーであること、そして、逃げないで掴み取る。
ですね。大事ですね。はい。一つ目、それで、二つ目。たくさんのボールを持つ。はい、たくさんのボールを持つ。これはゴールたくさん持つのは、普通、書籍とかに書かれているのは、うん、ボールがいっぱいあると、うん、視点がいっぱい増えるから、スコトンバが外れやすくなるとか、うん、あといろんな考えが持って、それをちょっと上の抽象度で見ることができるとか、そういう、まあ、利点があるっていうのが書かれてあるんですけど、うん、あと今日ちょっとそれ、はい、それとちょっと違う話をしようかな。あ、うん。お願いします。たくさんゴールを持って方がいいかっていうの、私の考えは、うん、ゴールがたくさんあるってことは、コーチングを実践する、回数が増える。うん。やっぱコーチングも、先ほど言ったように、すごいレジェンドたちが作ったものなんですけど、それなりに使わないと、使いこなせないということで、慣れず、超一流のもの、例えばバイオリンのストラディバリウスを私がこう、急にいただいて、一流のものをいただいても弾けないんで、コーチングも一緒で、うん、コーチング自体は超一流のものなんですけど、やっぱり練習っていうか、使ってるうちに使いこなせるようになっていかないといけないんで、やっぱたくさんゴールを持って、それを、ずっと、コーチングを、用語で言うと、コーチングをしてるのが、コンフォートゾーンになるような感じになるまで、コーチングちょっと実践していただきたいなっていう感じがしますね。なるほどね。コーチングをしているところがコンフォートゾーンになるぐらいコーチングをしてもらいたい。これも、スマホ、はい。これ多分スマホができたのが、私が大学4年ぐらいに iPhone の多分一番古いのが出たのが10年ぐらい経った、10年ちょい前なんですけど、これも初めはみんな多分、ガラケーから変わった頃は使い慣れない感じで、多分、そんなに慣れない感じで動かしてたと思うんですけど、今は。あ、でも10年だっけ ?10 年ぐらいだっけ ?10 年ぐらいだと思います。10年ぐらいか、ええ。10年の間にもうみんなだいぶ使いこなしてもう、そうですよね。手足のように使ってるじゃないですか。コーチングもだから、数年ぐらいあれば、うん、まあ、手足を使いこなしてもう、大体の、願望っていうか自分の、達成したいなってものは、達成できるようになると思うんですよ。うん、なるほどね。その私に今これつけてる。アスコット隊って言うんですけど。あ、はい。これなんか、3年ぶりぐらいにこの前巻いたら巻き方わかんなくなってた。うん、使わないと。なるほどね。うん。何事もやっぱ使わないと。うん。できなくなっちゃうのもあるんで、コーチングもできるだけ毎日触れられるように、ゴールたくさんするっていうのがいいかな。うん。考えて。で、どんどん使っていく。そうですね。こなしていくってことですね。で、まあ、使いこなしていくのには、やっぱり数年は多分かかると思うんですけど、うん、それをぶち壊す方法が一つありまして。おお、ぶち壊す方法。はい、それは、スノイコーチのような、しっかりしたプロのコーチについてもらうと、多分数回、うん、数回も、テスト受ければ余裕で体感できると思うんで、興味ある方はぜひセッションとか受けてみた方がすぐ身につくんでいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、ありがとうございます。五日市コーチ、ちょっといいですか、お話の途中、はいはい、ぶち壊す方法のところでちょっと、コメントをいただいてます。佐藤富士子さん、はい、はい、からコメントいただいてます。頑張ってってコメントをいただいてます。ありがとうございます、佐藤富士子さん。あと飯田千恵コーチ、
コーチングをしているのがコンフォートゾーンになるぐらいコーチングをするですね、ということでコメントいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、うん、ありがとうございます。はい。で、ぶち壊すっていう話をいただいていました。うん、ぶち壊すっていう話を、はい、うん、はい。あとやっぱりセルフコーチだと、あのコーチング身につけるっていう以外にも、うん、私ダンスをやってるんですけど、やっぱり自分だけで練習してると越えられない壁っていうか、うんうん、練習してるとなんかここまでしか行けないなっていうのがなんかあるんですけど、やっぱそういう時は先生に会ったりしてレッスン受けたりして、うん、その先を見せてもらえるようにすると、やっぱりそれより先に行けるんで、コーチングもやっぱり同じ、うん、実際についてもらうと、あとコーチング、セルフコーチングのちゃんとうまくできてるかも多分プロのコーチが見ればわかると思うんで、うん、そういう時もやっぱプロのコーチについてコーチング、うん、学ぶのが一番最短で、だと思いますね。なるほどね。うん。江村さんからコメントいただいてます。と、何やら五日市コーチからパワーを感じるっていうことでコメントいただきました。江村さん、ありがとうございます。そうですね。やっぱりプロのコーチについて、ね、セルフコーチもと、ね、素晴らしい力は出てくるでしょうけれども、やはりプロのコーチにつくっていうところが大切っていうところでしょうか。そうですね、普通のそこそこのゴールだと多分、うん、セルフコーチでもコーチングでも十分かなと思うんですけど、うんうん、それより一歩深めたり、さらになんか一人だとすごい難しいようなゴール達成をするのには、うん、コーチつけるか、それかコーチになるかっていう手もありますけど、あ、それもありますねそう、コーチをつけるかコーチになるか、なっちゃうか、なっちゃうか、僕のようにですね。やっぱり私もコーチング、コーチになる、なってからやっぱりある前だと、やっぱり理解度が全然違うんで、そうですよ。受ける前、なんか体感が、やっぱセルフの時、セルフコーチングだけの、本で学んだとだけだと、これでいいんだろうかっていう疑問が、うん、まあ、つきまとうというか、ちゃんとできてるのかどうかわからない、結果が出てるのか、たまたまなのかよくわからないっていうのも、やっぱり、書籍ので学んだ時のちょっと弱点というか、まあ、でもそれもしっかり続けてればワークとか書いてある、うん、続けてれば、うん、そのうちできるようになると思うんですけど、やっぱ成果が出ないと続かないっていう、あれも多分ある。と進めてるのかわからないとかっていうのもあると思うんで、うん、そこはサクッと知りたいならコーチに頼むか、それか自分が、自分のやってるところは、コツコツ続けてしっかりやって、うん、セルフコーチで行くんだっていう方もやっぱりいてもいいと思いますけど、うん、まあ、とどちらにしてもやっぱり続けるっていう、たくさんゴールを持ってコーチングに慣れてもらうっていうのが一番大切だと思いますね。なるほどね、うん、ありがとうございます。と、渋沢さんからコメントいただいています。自分以外に安心してコーチの話、ごめんなさい、自分以外に安心してコーチングの話ができる存在はとてもありがたいですねっていうことでコメントいただいています。本当そうですよね、はい、うん、やっぱりセルフコーチングしてると一人ですからね。そうなんですよね。どうしても、うん、はい、ということでプロのコーチの力を借りる、もしくは自分がプロのコーチになってしまうっていう選択肢もあるっていうところですね。で、まあ、ゴールはたくさん持つ。はい、それで、はい、1個目が本気の話で、2個目が今、はい、
たくさんのゴールを設定する。なれる。はい。なれる。なれる。で、最後、三つ目。最後、三つ目。これちょっと私はあんまり得意じゃない。今年のテーマにしようと思ってることなんですけど。はい。ちゃんと休むという。ちゃんと休む。ちゃんと休む。これ大事なんですよ。ああ。意外とでもコーチングやってると、うん、意外とできてない人もいるかもしれないですよね。なるほどね。私、ちょっとワンツーで活動しすぎて、今年の、去年年末、体調崩してる。ワンツーばっかりやりすぎると、楽しすぎて、うん、なんか睡眠時間が知らないうちに減ってきてて、体調、うんとかいうことが起こりかねない、うんうん、やっぱり寝ないとあと脳もあんまり活性化しないじゃないですか。そうですよね、うん、脳にとっても大切。そうですね、脳にも大切っていうところでちょっといいですか。と熊野沙織さん同感ですっていうことでコメントいただいてます。ありがとうございます。やっぱり休むことって大切ですよね。はい、チェコチもちゃんと休むですねっていうことでコメントいただいてます。ありがとうございます。本当そうですよね。はい、そうなんですよね、うんうん、意外とウォン本当にウォントゥーすぎてウォントゥーすぎて休まずにしてしまう。眠らずに仕事も趣味もし、うんうん、し勉強コーチングの学びを深め、ダンスを仕事もし、うんうん、寝てる暇、あ、寝てる暇なんてちゃいけないですね。寝てる時間なくなっちゃいますよね、本当にね。そうすると本当に、うん、寝込んじゃうとかえってそこでロスになってゴールの近づくのが遠のいちゃうっていうか、うん、気になる可能性もあるんで、そこはやっぱり休むのも健康のゴールも設定してしっかり休んで、まあ、脳もフル回転する状態をなるべく作れるように休むことってやっぱり大切なんじゃないかなっていう思っております。そうですね。あ、今いいことをおっしゃってくれましたね。健康のゴールを持つっていうこと。ね、そこもポイントですよね。一つね。そうなんですよ、ね、うん。はい。渋沢さん、コメントいただいてます。体も含めて、セルフトークの観察は大事ということでしょうかっていうご質問をいただいてます。そうですね。体も含めて、うん、体も含めて、うん、セルフトークの観察は大事ということでしょうか。セルフトークの、そうですね。やっぱり疲れてくると、疲れたっていう。ああ、言っちゃいますよね。なんか知らないうちに、なんか言っちゃったりすること、気をつけてでも言っちゃったりするんで、でもそういうの出てきたらもう、うん、あ、結構やばいんだなって、ちゃんとそこでもう寝ちゃうとか。うん、で私、ちょっと最近気づいたのが、ええ、結構無理してるときって、ええコーヒー飲んで、頑張る。結構、カフェに効くタイプ、うん。で、それで結構、寝なくても良くなっちゃうんで、その段階に入ったらなんかまずいなっていうのが最近、私の中であるんで、今年はちょっとそれを避けつつ、活動を進めていければっていうのが、ちょっと私の、休む。ああ、サインですね、じゃあ。サインですね。うん、なんかね、皆さんね、そういうサインみたいなのをね、が見つかってくるといいんですね。そうですね、それも、たぶん、そういう時って、たぶんセルフトークも、たぶんちゃんと観察してると、たぶん出てるんですよね。出てるはずね、ええー、そう思います、本当に。外に漏れてなくても、心の中では、たぶん言ってると思うんですよね。ね、心の中か、頭の中か、どっかでね、言ってるんでしょうね、きっとね。うん、さっきほど本当にいただいた通りに、ね、うん、セルフトークに耳を傾けていくことも大切だと思います。はい、セルフトークに耳を、渋沢さんね、セルフトークに耳を傾けていくことが大切だということで、ご回答いただきました。ありがとうございます。
ですね。なんかね、やっぱり本当のことをしてるとついつい止まらなくなっちゃいますよね。そうなんです。楽しいし嬉しいし。あ、知らないうちに時計がすごい回ってるんですよ。みたいな、こんな時間みたいね。次の日になってますからね。日になってますね。はい。しっかり休みも取る。しっかり休みも取る。三つ目です。三つ目ですね。はい。これ大事です。とても大事です。そう、ご自身のご体験からその秘訣出てきましたね、はい、ありがとうございます。さあ、それではゴール実現の秘訣ですね、コーチングの実践とゴール実現化の秘訣っていうお話をしていただきましたけれども、どうでしょう、何かもう少しお話ありますか。はい。はい。あ、なんで、はい、沼田コーチから、知らないうちにもう30分も経ってしまいましたっていうことでコメントいただいてます。飯田千恵コーチ、私も時計が回ってしまっていることがよくありますっていうことで、コメントいただいてます。どうもありがとうございます。本当そうですよね。はい、はい、それでは三つ以外、ちょっと、はい、まあ実現化ゴール達成のために、ちょっと無意識を味方につけて、ちょっと私ちょっとダンスとかでたまに練習できない、仕事とか忙しくないとできないときに上達する、上達、ああ、そっか。裏技皆さん聞きたいですよね、裏技。それの、はい。周りの部分だけでも。ちょっと、もっと深い部分は、直接多分教えないと、教えるの難しいんで。じゃあ、それは後で個人的にね。じゃあ、触りの部分だけちょっと、ね、裏技を、の話をちょっとしていただこうかな。裏技なんですけど、無意識に働きかけるのは、なんか大体スポーツとかやってる方とか、他の、多分学期とかなんですけど、スポーツやってる方って、練習しないと下手になるって思ってるんですよ。多分それは、そう思ってるからそうなるんで、そう思わないようにするっていうか。思わない。まあ、それが多分常識なんですけど、練習しないと下手になるっていうのが、自分は練習しなくても下手にならないっていう、ふうに、まあ、簡単に言えば思っちゃう。大切ですよね。むしろ練習しなくても、日々うまくはなってる。という確信をすると、意外と私の経験だと、久々に練習したときに、初めはやっぱり、なまってるっていう感じで、あんま動き良くないんですけど、なんかやってるうちに、なんか練習前してたと、今までよりなんか疲れも取れて、意外といいかもっていう感じが、実感が多々あるんで、ちょっとこれちょっと、あと今、私のパートナーの方が、ダンスのペア組んでる方の方が、ちょっと練習が全然取れないんですけど、この方法を教えて以来、月に1回しか練習してないのに、私より上手くなってるのが早いような気がするんですよね。すごい。効果てきめんですね。イメトレぐらいは一応、まあ、言わせてもできる。多分頭の中でこんな風にしたいなっていうイメージとか作るのは多分できると思うんで、それぐらいで結構、絶対に動かなくても、うまくなるんですよ。でもそこで練習しないと、
うまくならないっていう刷り込みがされてて、そう思い込んでると、やっぱりうまくならないんで、その刷り込みを消すのが、練習しなくても、うまくなるのには大切だっていう、思いますね。思いますというか、それがちょっと私が実践している、無意識を味方につける、うん、練習しない方法。です。うん。ありがとうございます。はい。練習しなくても、練習しなくても上手くなっているって思うことですね。はい、そうです。そうです。うん、はい、だそうです。これもね、実行してみてください。そうすると、練習していないのに上手くなっている。ですね。まあ、確信するっていうことですよね。それが一番根本です。根本的なところです。それがあって、うん、まあ、深い部分、いろいろ説明が難しいんで、実際にあったりして、はい、ちょっと難しいんで。そうですね。はい。じゃあ続きは、いつかいちコーチにね、会ってお話を聞いていただければと思います。はい。ありがとうございました。ね、無意識を味方につける方法ですね。はい。ありがとうございます。そうしたらですね、いつかいちコーチの方から、お知らせ、はいはい、をいただけたらと思います。はい、お知らせ。はい、お知らせ。お知らせは、あれか、コーチングセッションの募集をしておきます。はい、で、はい、私がコーチになってもう少しで1周年なんで、うん、あと今日は、せっかく対談も、対談のライブもさせていただいたんで、今日から、うん、選手とか、なんか競技に出ている方に限り、はい。でコーチングのセッションをさせていただこうと思います。はい。セッション自体はコーチンじゃない、スポーツ選手とかでなくてもいいんですね。スポーツ選手じゃなくてもいい。なんか競技、なんでもいい。うん、競技。競技。はい、なんかコンクールとか、そういうなんか大会が。うん、あるようなものであれば。ああ、そうですね。うん。よくわからない、はい、これでもいいですかっていう連絡をいただければ、多分いいです、うん。はい。じゃあ、コーチングセッション募集中っていうことですね。2月23日まで1ヶ月間でいいですね。はい、スポーツ選手を対象に割引実施いたします。プロはまとま問わず、スポーツでなくても何らかの競技のね、はい、選手であれば対象になりますっていうことで、問い合わせをしてください。ちょっとまずね、これを貼り付けました。そして、それではその次ですけれども、今日の特典の話、はい、をお願いしたいと思います。本日の特典、はい、リアルタイムでご視聴させてくださった方には、うん、ズームトライアルセッション20分無料。20分無料。プラス、はい、続きでコーチングセッションを継続の場合は、うん、セッション料金を 50% オフにします。おお、5割引きだそうです、皆さん。はい。じゃあ、まずリアルタイムは、ズームトライアルセッション20分を無料ということです。で、その後、コーチングセッション継続の場合には5割引きということで、大サービスをしてくださるということですので、リアルタイムご視聴の方、どうぞね、お申し込みいただければと思います。はい。で、今回、リアルタイムでご視聴できなくて、で、後ほどアーカイブでご覧になってくださる方々への特典の方もありますでしょうか。はい。はい。アーカイブとかでご視聴してくださった方には、はい。Zoom のトライアル20分のセッションを、無料で。うん、あ、はい。わかりました。はい。それでは、Zoom トライアルセッション20分無料ですね。で、お申し込みは Facebook のメッセンジャーか Twitter の DM でよろしいですか？はい。はい。じゃあ、こちらの方も今貼り付けましたので、はい、五日市コーチの方に、はい、連絡を取ってですね。ゲットしてください。はい、なんか、人数とか書いて、言ってなかった。あ、人数ですね。はい。どうしましょう。人も、
リアルの方も5名。はい。ご視聴、アーカブ等のご視聴の方も5名ということで。うん、5名、リアル5名、アーカイブ、会部5名ですね、はい。はい。の限定となります。はい。はい。ということで。よろしくお願いします。はい、付けさせていただきました。ありがとうございます。じゃあ、お申し込みください。よろしくお願いします。はい。それでは、五日市コーチ、いい人からのいい言葉ということで、お招きしているコーチから、はい、いい言葉、一言を頂戴いたしております。はい、五日市コーチからのいい言葉をご紹介いただきたいと思います。ちょっと、間違えると困るんで、読み上げようと思います。はい。それでは、いい言葉、いい人からのいい、はい、すべての重要な変化は心の中で生み出され、現実化され、世界に広がっていく。そうですよね。はい。これは、なんか、ワークブックの、うん、アファメーションのワークブックの特典のアファメーションカードに書いてあった言葉なんですけど、他の書籍にも載ってるかもしれないですけど、いや、これはもう、これこそコーチングだろうっていう言葉だと思ったんで、これを。そうですよね。すべての重要な変化は心の中で生み出されて、それが現実化されて、世界に広がっていく。この心を変化っていうのは多分、まあ誰でもできるんですよ。自らがしたいと思えば心は変えられるんで、それを皆さんにも心を変えて現実化していって、それを世界に広めて、世界中が、したいことで溢れるような世の中にしていってもらいたいと思います。はい、心は変えられるですね。皆さんも心を変えて、それを世界中にね、広めていっていただきたいという五日市コーチの何でしょう、思いを皆さんに届け、思いが皆さんの目に届きましたでしょうか。はい、ありがとうございます。五日市コーチからのいい言葉でした。はい、で私の方からですね、一点最後にご案内があるんですけれども、プロフェッショナルコーチをお招きしてのつのいチャンネルですけれども、次回は1月の31日の火曜日になります。でなんと次回50回ということで、私がお話しさせていただこうかなと思っています。はい、でまた告知をさせていただきたいと思いますので、どうぞお楽しみにお待ちいただければと思います。ということで、ありがとうございます。で今日は五日市雄一コーチをお招きしてのつもりチャンネルでした。どうもありがとうございます。あれですね、特典の方どうぞお申し込みください。じゃあ今日は皆さんどうもご視聴の方ありがとうございました。ありがとうございました。江村さんから50回パチパチパチ、熊野沙織さんもパチパチパチ、沼田さん50回パチパチパチ、家田千恵さん50回おめでとうございます、ありがとうございます。渋沢さんありがとうございました、ということでコメントいただきました。どうもご視聴ありがとうございました。じゃあこれで失礼いたします。五日市コーチどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。